どうしたんだ？何泣いてんだよ。もうやめて！ヤマト、何かしたのか？知らねえよ。君はさっきの人たちとは違うの？さっきの人たち？ごめん、君は無関係だったみたいだね。一体何があったんだ？それはカツアゲ？財布元全部持っていかれちゃって、フィギュア買おうと思ってたのに。ふん、オタク狩りだな。やっぱり未だにあるんだな。それもひどいんだよ。オタクは犯罪を起こすから、お金を奪われても仕方ないんだって。なんだよそれ。オタクなんかよりもそいつらの方がよっぽど危ないじゃねえか。ヤマト？おい、お前。そいつどこへ行った？そこの路地裏で絡まれたけど、どこへ行ったかまでは。そっか、わかった。それじゃさっさと行くぞ、立花。どうするつもりだ？そいつを探す。わかった、付き合ってやるよ。まさか現実で男同士の壁ドンが見られるなんて。もしかしてこれは夢？おいお前。ヤマト、もっと優しく話しかけろ。なあ、見てなかったか？さっきこの辺りでカツアゲがあったんだ。え、カツアゲ？ああ、そこの路地だ。そこの路地って、え、あそこはさっき壁ドンしてた場所じゃ。くそ、知らねえか。いや、きっとそいつな、壁際に押さえつけて脅してたんだろ。そういうことか。なあ、その壁ドン野郎どこへ行ったか知らないか？知ってます。だって夢中で背中追いかけちゃったから。どこへ行ったんだ？裏通りの方じゃないかな。うん、きっと間違いないわ。わかった、ありがとな。もしかして路地裏の壁ドンから三角関係に発展？ヤマト、どんまい。ポイントっち、忘れずにしとけっち。おいおい、持ってんだろ。悪いこと言わねえよ。ほら、さっさと出せってば。ヤマト、あれって。ああ、おい、ヤマト、さっさと出せって言ってんだよ。お金なんて持ってないです。はあ、嘘ついてんじゃねえぞ。おい、何してんだ。造園？ちげえよ。なあ、クソガキが、一体何の用だ。おい、今のうちに逃げろ。はい。なあ、おい、逃げんな。クソが、お前のせいで逃げられちまったじゃないか。オタク狩りをしてるやつってのはお前か？そうだけど、なんで知ってんだ。俺ってもしかして有名人？いや、照れるね。うるせえ。ああ、俺になんか文句でもあんのか？オタクを買って何が悪い。オタク狩りっていうのはな、悪の芽を摘み取る正義の行為なんだよ。お前もニュースくらい見てるだろ。この間の事件だって犯人はオタクだった。犯人の部屋にはアニメの DVD がたくさん転がってたんだよ。それがどうした？だから俺が裁いてやってんだよ、犯罪者予備軍の連中をな。お前言ってみろよ。ああ、何をだよ。何か夢中になれるような、そんな好きなことなんかあんのかよ。ヤマト。なもんないね。ましてやアニメに夢中だなんて気持ち悪い。ふざけんなよ。ヤマト落ち着け、人が見てる。だったら引けっていうのか。教えてくれたのはお前だろ、立花。む
なんだよ、仲間割れか。揃いも揃ってくだらねえ連中だな。俺のことなら好きに言えよ。その代わり、奪った財布は返してもらう。興ざめだね。いいよ、返してやるよ。オタクの財布なんて気持ち悪いだけだからな。ふん、ヤマト。じゃあ、さっさと返してやろうぜ。さっきのやつ、まだジャンク通りにいるだろう。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。おい、お前。え？これ、お前のだろ。これは僕の財布。こいつがな、取り返してきてくれたんだ。え、この人が？あの、どうも、ありがとうございます。あ、伝えておくよ。感謝してたぞ、ヤマト。別に喜ばれたくてしてねえよ。俺がそうしたかった。俺は俺のためにしたんだ。自分のために？なあ、立花。なんでなんだろうな。オタクが悪にされるのは。あいつらはみんな、ただ好きなだけなんだよ。なのに、なんでだよ。ヤマト。誰かの好きなことを否定する権利なんか。こんにちは、朝日様。吉野さん。何ビクついてるのよ。二人だけの秘密ですからね。うん、なんでもない。なんか様子がおかしいわね。隠し事かしら。まあまあ、お嬢様。吉野、何か知ってるの？いえいえ、私がお嬢様に隠し事なんてするわけありません。そう、それもそうよね。吉野は私だけのメイドだもの。ってことみ、あんまり吉野さんを働かせすぎるなよ。休みかどうかは私が決めるの。そんなのブラック企業だ。労働基準法違反だ。ニートのあんたにだけは言われたくないわね。まあいいわ。吉野、今日は一日休んでもいいわよ。たまには休んでもらわないと、こっちが休まらないわ。もう、お嬢様？それではまるで、私が口うるさいみたいな。ええ、うるさいわ。だからね、今日は一人でのんびり過ごすことにしたの。ですが、お嬢様、私はお休みなどなくても大丈夫ですが。いいから休みなさい。これは命令よ。承知いたしました。それじゃ、休日を満喫しなさい。琴美のやつ、素直じゃないな。せっかくいただいた休日ですが、一体どうやって過ごせばよいものか。だったら適当に秋葉をぶらつきますか。なんだったら案内しますよ。お気遣いいただき恐れ入ります。それではお言葉に甘えさせていただきますね。それじゃあついてきてください。入りたい店があったら行ってくださいね。パソコンショップっち、強化しておくっち。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。あの、朝日様、もしよろしければ
こちらのお店を覗いてもよろしいでしょうか。え、ここです？スーツのお店ですけど、別にいいですよ。朝日様、ありがとうございました。おかげで素敵なスーツを買うことができました。で、吉野さんが買ったの、琴美が着る用のですよね。はい、それがどうかしました？お嬢様も来年は高校を卒業します。もしものためにスーツの1着や2着くらい。いや、そうじゃなくて、せっかくの休日なんですから、吉野さんが欲しいものを買えばいいのに。私にはこのメイド服があれば十分です。それにこれは私の欲しいものでもありますから。まあいいですけど。それじゃあもうちょっと歩きましょうか。服が売ってるっち、おいらもおしゃれするっち。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。油そばですか。たまにはこういうのもいいですね。なんか意外です、吉野さんが油そばに興味を持つなんて。油そばの方がラーメンよりカロリーが低いのです。なのでお嬢様の健康を考えると。また琴美の話ですか。もう今日は忘れてて大丈夫なんですよ。つか琴美ってラーメン食べるんだ。なんでも最近興味を持ったみたいなんです。これも朝日様たちの影響でしょうか。なんか申し訳ない。いえいえ、そんなことはございません。お嬢様の世界が広がるのは素敵なことですから。それじゃあ軽く飯でも食いますか。これで大丈夫です。おそらく同じ味を再現できるでしょう。だからって全種類食べなくても。朝日様、ご案内いただきありがとうございました。え、もう終わり？まだ時間は結構あるのに。先ほどからひっきりなしにメールが届くのです。え、誰から？お嬢様に決まってるじゃありませんか。どうやら禁断症状のようです。見てください、これ。靴下はどこ？抹茶が飲みたい。お饅頭はどこよ？緑茶でもいいわ。って小学生かよ。それでは戻らせていただきます。本日はご案内いただきどうもありがとうございました。いえいえ、少しでも楽しんでもらえたなら何よりです。そうだ、朝日様。どうしました？お嬢様からのメールを見せたことはもちろん分かってますよね。もしかして二人だけの秘密ですからね。はい。もうダメだ。あの人どうしたんだ？ほっときなさいよ。もう終わりだ。いや、ちょっと気になる。もしかしたら妄想者予備軍かもしれない。あの、どうしたんですか？ちょっとね、入稿の締め切り直前なんだけど、全く作業が終わってないのよ。入稿って？大した仕事じゃないんだけど、そのちょっとした漫画家をしているの。漫画？入稿は今晩、もう笑うしかなくて、こうして現実逃避をしているのよ。もうどうしたらいいのかしら。新しいユリ乙女のネタが出ないのよ。ユリ乙女？
これじゃレプリカゲームの結末が書けない。レプリカゲーム？琴美どうしたんだ？間違いないわ、あなたリリーメイデンの作者ね。私の作品を知っているの？ええ、毎週楽しみに見ているわ。だけど最近はテンポが悪くてダメね。いい加減マンネリなのよ。早く誰がレプリカなのか知りたいわ。それにあの8番目のユリオトメって誰よ、いつもシルエットじゃない。琴美そのくらいに。だから早く頑張りなさいよ、ここからが正念場じゃない。え、琴美？だけど今回ばかりはもう。あんたここで逃げ出すの？私ね、毎週楽しみに待っているのよ。だから逃げることを禁ずるわ。いい、わかった、わかったわよね。はい。なあ琴美、お前毎週楽しみにしてるんだよな。ええ、そうよ、キャラクターのデザインも可愛いの。だったらさ、もうちょっと応援の仕方があるんじゃないか。他に何があるって言うのよ。それは、あのもしよかったら画材を買ってきてもらえないかな。実は秋葉原に画材を買いに来たの。まあ現実逃避を兼ねてだけどね。琴美これだ、俺たちで画材を揃えよう。本当に買ってきてくれるの？うん、いいですよ。だから先生はネタ出しを頑張ってください。ありがとう、助かるよ。なんとか頑張ってみるから。それじゃあ私は駅前のマクセルシオールカフェで作業してるね。なんで私が画材を揃えないといけないのよ。毎週楽しみにしてるんだろ。それはそうだけど。じゃあ手伝ってやろうぜ。だけど画材って何を買えばいいんだ？それなら中央通りのアニマートね。品揃えも悪くはないわ。わ、琴美！ここにいてちょうだい、すぐに必要なものを買ってくるわ。おお、行ってらっしゃい。買ってきたわ。なんだ、早かったな。っていうか、何買ったんだ？原稿用紙とスクリーントーンよ。え？でも、それでいいのか？スクリーントーンって、いろいろ種類あるんだろう。これに間違いないわ、あの人が使ってるトーンならわかるから。お前詳しいな。それと G ペンも買ってきたわ。 G ペンって漫画を描くときに使うペンか。だけどあれも種類があるんじゃないのか。前にあの漫画家のポツッターで見たのよ、愛用してる写真を載せていたの。間違いないわ。へえ、写真見ただけでわかるんだ。ペンなんてどれも同じに見えるけどな。ペン先の太さが 0.1 ミリ違うだけで線の雰囲気が変わるのよ。そんなこともわからないなんて、これだからニートは。ニートは関係ないから。まあいいわ、これで必要な道具は揃ったわね。それじゃ届けに行くか。確か駅前広場のマクセルシオールだったな。ああ、いたいた。いろいろと買ってきてあげたわよ。これでいいかしら？
チリだよ。ジーペもトーンもいつものやつだ。よくわかったね。どうもありがとう。お礼はいらないわ。ただのニートの暇つぶしだから。ひどい。それで話の続きは思いついたのかしら。それはもうバッチリだよ。たった今あなたたちのおかげでね。そっか、それならよかったです。だけど私たちは道具を買ってきただけよ。ううん、あなたたちだから思いつくことができたのよ。だからさ、話を膨らませるために取材してもいいかな。え？取材？なるほどなるほど、ことみちゃんはドールが好きなのね。そっちの朝日くんは大学中退のニートってことね。私たちの話なんかを聞いて一体何の意味があるっていうのよ。思いついたのってどんなお話なんですか？それはね、8人目のユリ乙女の正体、それは毒舌ゴスロリ少女なの。そしてその毒舌ユリ乙女のマスターはなんとニートの青年なんだ。だけど実は関係が逆でさ、マスターだと思っていたニートが実はスレイブなの。なんだか変わった話ね。ま、少しだけ期待ができそうな気がするわ。でしょでしょ、本当にあなたたちには感謝だよ。それじゃ頑張りなさい。漫画で読めるのを楽しみにしているわ。うん、ありがとね。まさか毒舌少女の下僕のニートってどうかしたの？はあ、なんでもない。あ、そういうことね。え、気づいちゃった？ええ、気づいたわ。毎日がこんなんじゃ新刊が出ないじゃない。そっちかよ。